レッツゴーさあ行こう、ウクレレリュックに放り込み、レッツゴーさあ行こう。皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さんウクレレどうですか。ウクレレ、私の予想によりますとですね、今年のクリスマスとか、お正月ね、ウクレレを買ってもらったといただいた、そんな方多いんじゃないでしょうかね。ですね、ウクレレっていろんなウクレレあるじゃないですか。で、今こう私が持ってるようなこう比較的安めのウクレレ、安価なプレ、安価ってね、この安価ですからね、安いウクレレにありがちなちょっとね気をつけてもらいたいこと、ちょっと皆さんお伝えしておこうと思います。これですけど、ここですね、ここフレットっていうか、この線のこの金属です。これフレットっていうんですけど、ここの端っこ、要はこの弦じゃなくてここの端っこのところをちょっと今ね、皆さんご自分で持ってるウクレレ、ここをこうやってやってみてください。こうやってスーッと指でなぞるの、それもしかしてここガチッて引っかかるようなところがないか、ちょっと見てみてください。こっちだけじゃなくてこっちもやってくださいね。こっちもね、こうやってスーッと動くんですよ。動かしてみる。で、ここでカスッとこう止まって皮がむけそうなウクレレっていうのがたまに出てきます。これの上どうかな、こうやってやってみる。ちょっとこの辺、あ、音でわかる、なんかガラガラしてるな。これ引っかかりがあるとですね、あんまりいいことないです。ちなみにガズのカスタムしてるこのガズの弾きやすいウクレレも、ここすごく気使ってるんです。ここ私のもしそういうのがあったらちょっと処理してるんで大丈夫だと思うんですけど、ですね、いいウクレレは、まず大丈夫です。プレゼントいただくとか、こういうカラフルなちょっと比較的安いウクレレっていうのはどうしてもね、人の手がやっぱあんまり入ってないので、どういうことかというと、これフレットっていうこの金具ね、この金具、これって本当は針金みたいにビョーンと長いんですよ。それをここに打ち込んで、ニッパーというかペンチでパチッと切ってんですよね。そういう時に、解説しますよ。これをこういう針金がこうあるとこ、ここをギュッと切るじゃないですか。そうするとミニョって、なんかこうミニョってなるでしょ。このミニョっていうところが金属がピッてとんがってて、これ、女性の方とか特に多いのは、ね、子供さんがこうやって引いてるうちにここ切っちゃうんですよ。血が出たりで、こうやって引く時にここにそういうギザギザとかバリって言うんですけど、フレットバリって言うんですけど、あるとグサッと刺さってこっから血が出るとか、もうここ血だらけになってるとかもうたまにあるんです。で、私もイベントやるときすごく気をつけて、キッズウクレレときなんかここいつも見てるんですけど、私の、どうしたらそれが治るか、これです。このヤスリでね、そのとんがったとこ削っちゃうんですよ。ちなみにこのヤスリはね、この3本セットのヤスリなんです。これはね、ダイソーです。ダイソー100円ショップで売ってますからね。これこの平たいやつとか、この丸いやつ、これどれでもね、結構使えるんですけど、適当にこのやつを取って、このちょっと引っかかるなっていうところをこう削るんです、これで。音聞こえる？ガリ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 。それだけで結構こう、引っかかりなくなりますから。これね、ここに引っかかってると大変で、人によってはこう爪で引くときにね、爪が削れちゃって白い粉だらけになったりとかする人もいますからね。ここら辺もよく注意ね。で、全体的にもね、どうしようもないっていうか、もうすげえのもあるんですよ。もうビンビンに出てるの。それはですね、もうズバリこうやってやるしかないです。ガリ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 、もうずーっとやって、もうここら辺傷ついちゃうけど、もう血だらけになって怪我するよりはいいですよ。とにかく、安いウクレレってすごく、気楽に始められていいんですけど、こういうと怪我しちゃうっていうのはもう本当最もやっぱいけないから、私もよく気使ってるんですけど、このフレットのここのところね、こうやって削ったら、今度角度を変えて、今度こっちの面を削って、こうやって全体やって、で指でね引っかかんなくなればもういいですからね。特にお子さん、今回安いウクレレアマゾンで買ったりとかする方、ここら辺見てあげてください。でもしですね、ご近所の方とか仲間内でこういう、カラフルな可愛らしいウクレレ持ってる人いたら、ちょっとスッとこう触ってあげて、あ、ここちょっと、整えてあげてください。これ100円ショップだもん、このヤスリは。そんなことでね、またウクレレが嫌になるというか、ウクレレなんか血だらけになっちゃって嫌だなっていう人が減るといいと思うんで、この100円ショップのヤスリで十分ですから、ご活用ください。で、あんまりとんでもないやつはですね、もう子供さんとか女の人はやめた方がいいですからね。はい、こうやって削って削って、これ処理できないっていうぐらい飛び出してるのも中にはありますから、その辺こうやってよく触ってみて、ウクレレを、手に取るときはここをこうやって撫でると、そのウクレレの出来が分かります。はい、ここフレット周りの処理の仕方、削っちゃえばなんとかなります。はい、そんなことで、ちょっとお役立ち動画、クリスマスと年末年始でウクレレいっぱいプレゼントし合ってる方多いと思うんで、要注意ですかね。この動画見た方は、この100円ショップのヤスリをいつもウクレレケースに忍ばせといて、皆さんのちょいちょいと削ってあげる、これがポイントです。はい、今
今日はお役立ち動画でございましたね。やっぱ楽しくウクレレやるためにはそういうことも気をつかないといけない。そんなことで楽しんでいきましょう。ご案内もご覧ください。どうぞウクレレホームページドーンご覧になってください。ホームページのリンクここに貼っておきます。ホームページを見ていただくといろんなことが書いてあるんでぜひ行っていただきたいんですけど、お知らせとしては、はい、これガズ CD 出してます。ガズレレの CD レッツゴー最高究極ゆるで2枚組の CD、 同じ曲なんですよ。1枚の CD は作品として、もう1枚はその作品としての CD 弾けるようになるレッスン CD、 すごく面白いからくりがあります。この CD はどういうために作られたかというと、皆さんがありとあらゆるところで簡単に歌えるために作っておるわけでございますので、ぜひ皆さんご活用してください。来年日比谷の野音9月に押さえてますので、皆さんもぜひこの曲で参加してください。はい、この CD のレコ発イベントというか、レコ発じゃないな、タワーレコードというレコード屋さんの新宿店で1月17日にインストアライブ、インストアイベント、皆さんウクレレ持ってきて一緒にワイワイやろうというイベントをやります。ぜひホームページチェックしてください。はい、イベントどんどんやってましてですね、来年の1月19日は大阪花博記念ホールというところでガズレレの大イベントやります。皆さん来てください。その時とうとうボリューム5、さっきの歌本ね、この歌本ボリューム5の先行発売もありますからね。翌日1月20日名古屋でも、その名古屋でもイベントやります。ぜひあのホームページの方でいろいろチェックしてください。さあ本もね、いろいろ出してんですよ私。はい、これまず主婦の友社から、出ているいきなりウクレレ地球一簡単家庭音楽という本、これはガズです。ガズさんはですね、病気になっちゃって、白血病から、骨髄移植させていただいてここまで来てる過程で、人生音楽豊かさ考え抜いた本、ここ書いてます。はい、こちらはビットミュージックという出版社から出ているウクレレ教則本です。これは月中ですよ。めちゃくちゃ簡単です。ぜひお手に取ってください。はい、ガズレレ歌本シリーズもとうとう来年5月が出るということで、盛りだくさんな音楽人生を、音楽はね、聞くよりやった方がいいんですよ。皆さんどうです、ウクレレだったら簡単にできますからね、他の楽器でこうはいきません。ぜひ皆さんどんどんウクレレ楽しんで、その楽しさ いろんな方に教えてあげてください。この YouTube もご活用ください。それでは皆さん、さようなら、バイバイ、またね、メリークリスマス、バイバイ。